KK キングスのペアはポーカーにおいて非常に強力なスターティングハンドです。特にテキサス、ホールデムでは、a a エイ・シズのペアに次ぐ2番目に強いハンドとされています。以下に KK の強さと戦略について詳しく説明します。KK の強さ、プリフロップの強さ、KK はプリフロップの段階でほとんどのハンドに対して有利です。唯一の例外は a a エイ・シズのペアで、この場合は大きく劣勢になりますが、他のどのスターティングハンドに対しても非常に有利です。 勝率、プリフロップでの勝率は非常に高く、多くの状況で約80%以上の勝率を誇ります。対戦相手が持っている可能性のある多くのハンドに対して圧倒的な強さを発揮します。KK の戦略、プリフロップのプレイ、レイズとリレイズ、レイズ、KK を持っている場合、ほとんどの状況でレイズするのが一般的です。これにより、ポットを構築し、弱いハンドを下ろさせることができます。リレイズ、誰かがすでにレイズしている場合、 リレイズを行うことが推奨されます。KK を持っていることを相手に示しつつ、ポットをさらに大きくします。4ベッドやオールイン。多くの場合、相手が再度リレイズしてきた場合には、4ベッドやオールインを検討します。KK は非常に強力なハンドであり、特にディークスタックでは相手のハンドレンジを絞り込んでプレイすることが重要です。ポストフロップのプレイ、フロップでのアクション、トップペア、フロップでキングが出た場合、トップセットを形成します。これは非常に強力なハンドであり、 積極的にベッドやレイズを行います。エースの存在。フロップでエースが出た場合、慎重にプレイする必要があります。相手がエースを持っている可能性があるため、チェック、コールや小さなベッドで様子を見ることが推奨されます。その他のボード、エースがない場合、積極的にベッドやレイズを続けてポットを構築します。ターンとリバー、ベッドの継続、フロップで有利な状況にある場合、ターンやリバーでも積極的にベッドを継続します。ただし、 ボードの状態や相手の反応を考慮してプレイを調整します。慎重なプレイ。ターンやリバーでドローが完成する可能性がある場合。慎重にプレイします。相手のアクションやボードの状態をよく観察し、適切な判断を行います。相手のタイプによる戦略。タイトなプレイヤー。タイトなプレイヤーに対しては、KK の強さを信じて積極的にプレイします。彼らは弱いハンドでは参加しないため、ポストフロップでの強さを発揮しやすいです。アグレッシブなプレイヤー。 アグレッシブなプレイヤーに対しては、リレイズやオールインでプレッシャーをかけることが有効です。彼らのブラフを誘発しつつ、自分の強さを活かします。注意点。エースに対する警戒フロップ。ターン。リバーでエースが出た場合、相手がエースを持っている可能性を考慮し、慎重にプレイする必要があります。オーバープレイのリスク、KK は非常に強力ですが、無謀に大きなベッドをし続けることは避けるべきです。相手のハンドレンジやボードの状態を常に考慮し、 適切な判断を下します。読みとブラフ相手のプレイスタイルや行動をよく観察し適切にブラフを仕掛けることも重要です特にアグレッシブなプレイヤーに対してはブラフを読んで適切に対応することが求められますまとめ KK は非常に強力なスターティングハンドでありプリフロップでの勝率は非常に高いですしかしその強さを最大限に引き出すためには適切な戦略と状況判断が求められます プリフロップでのアクションやポストフロップでのベッティングを工夫することで、ポーカーの勝率を大幅に向上させることができます。エースの存在に対する警戒を怠らず、相手のプレイスタイルに応じた柔軟な対応が成功の鍵となります。